わざわしないで。だって嫌いなんかい。さらに18番アドミラブル、伸びはどうでしょうか。さあ先頭は12番のレイデオロ、レイデオロこれを追ってスワーブリチャード2番手、先頭はレイデオロ、ルメールだゴールイン、ついにやりました、クリストフルメール藤沢和夫の名コンビ。シンボリルドルフの頃はね、あの師匠にね、私よく言われたんですよ、あの彼と比べたら馬なんかみんな壊れてしまうから気をつけろよとは言われたんですね。それくらいあのルドルフはレベルの高い馬だったんでね、調教とかあの見てると、あの大した答えてないっていう感じの調教をするんだけど、周りに一緒に調教してる馬たちがやはり疲れたり、あの調教を嫌がったりするようになりましたよね。それほど、うん、あのきつかったんだと思いますよ、うん、彼と一緒にいることがね、はい、それくらいあの素晴らしい馬だったんですよ、うん、はい。大きな馬だったんですけど、あの骨が柔らかいっていうか、うん、こう添いが出たり、うん、デビューがずっともう遅くなって、うん、3歳になってからなんですよね。全然あのスピードが乗らないでね、うん、あの競馬を覚えるまでは大変だった馬ですよね、はい、そうだったんですね、はい、覚えてからはすごかったですね。やはりあの体力もあったし、それで性格も穏やかな子で、あの調教終わってもすぐもう買えば食べちゃうし、うん、休んでるしね、横になって寝てるしね、うん、起こされるまで起きないというものでしたですね。あの安田記念ももう強かったけど、帰ってきてからのマイルチャンピオンなんかはもう大差勝ちでね。待機シャトルが先頭だ、待機シャトル先頭だ、あと2番手はビッグサンデー、大外ロイヤル鈴鹿、ロイヤル鈴鹿エイシンガイモン大激戦、2番手大激戦、さあビッグサンデー2番手か、待機シャトル、これが世界の明日ゴールイン、待機シャトル圧勝です。やっぱり G1 で大差勝ちするような馬でなければ、これ外国行って勝てないのかなと思うくらい、あのこう外国の馬との差があるのかなと、あの思ったですよね、あの馬のおかげでね、はい、ここにいるときは、あの全然知ってんのか、うん、全然あの馬おとなしいんですよ、あの分かってるんですよね、調教しててね、あの馬が楽しいとか少し苦しいとか、あの健康状態も見ながらね、あの調教をこうペースアップするか緩めるかっていうあのところだと思うんで、その辺の観察するっていうね機会を少しでもと思って、あの毎日見させてもらってます。いろいろあの馬に応援してもらって、あのいい結果になったこともあるんでね、あの気をつけて、あの失敗しないようにこれからもやっていこうと思ってます。あの秋あたりデビューするのかなと思ったんですけど、まあ、乗り出してから随分あの気がいいところ出てきたっていうんでね、この6月の東京あたりで使えるんじゃないかっていう評価でしたんでね、まあ、あの変わってきてるんだと思うし、厩舎にはあの先輩たちがたくさんいますからね、あのその馬たちとこう調教してって、
耐えられるっていうか我慢できるようだと入級して一月すると競馬使えるか、うん、それともゲート試験受からしてそれでもう一息入れてもう少し成長を促すかっていうジャッジをすると思うんで、うん、はい、いい馬とこう調教していくとその成長も早かったりする。そうですね、私たちがやるより毎日日頃 の, こう運動量とか、うん、調教のスピードが違うんでね、うん、相撲部屋よく観察したことはないんですけど、おそらく相撲部屋と同じでいい力士さんがいるところにはやはりいい相撲取りが育つんだと思いますよ、はい。今後の先生の夢というか、いや今までと同じですよ、勝たせてもらったしね、昨年はね、まあ何もしなくても馬が走るんですからね、だから壊さないように無事に調教してなんとか北のインパクトもそういう馬になってもらいたいなと思います。願わくば長き、そうですね、私があんまり頑張らないようにやります、はい、よろしくお願いします。はい、どうも。